皆様おはようございます。ニュースチャンネルへようこそ。今回のテーマをお送りします。ワクチン接種、日本国内の状況は。日本国内では医療従事者や高齢者を対象にしたワクチン接種が進められています。接種のスケジュールや接種状況、接種の課題、接種をめぐる国や自治体の対応など最新情報をまとめています。高齢者への新型コロナウイルスのワクチン接種が進む中、東京23区のうち14の区が64歳以下の人への接種を6月末までに始められる見通しとなっていることが分かりました。政府は今年度中に65歳以上になる高齢者に続く接種の優先順位として、64歳以下の高齢者施設などの職員や基礎疾患のある人などを挙げていますが、高齢者が終わっていない段階でも前倒しして始めるなど、自治体の状況に応じた柔軟な対応を求めています。こうした64歳以下の人たちの接種が始まる時期について、3日時点の状況を東京23区に取材したところ、すでに足立区が基礎疾患のある人や高齢者施設の職員などに対して5月26日から接種を始めたほか、千代田区、新宿区、世田谷区、中野区、荒川区の5つの区が6月中旬以降に始められる見通しとなっていることが分かりました。また6月下旬以降に始められる見通しなのが、中央区、墨田区、江東区、目黒区、豊島区、北区、練馬区、葛飾区の8つとなっていて、合わせて14の区が64歳以下の人たちへの接種をすでに始めたか、6月末までに始められる見通しとなっていることが分かりました。このほか7月上旬以降になる見通しなのが、港区、文京区、板橋区の3つ、7月上旬以降で調整中なのが品川区、7月中旬以降になる見通しなのが台東区、杉並区の2つ、7月下旬以降になる見通しなのが渋谷区、7月中で調整中なのが江戸川区、8月以降になる見通しなのが大田区となっています。この中では高齢者施設の職員などから接種を始めるところや、基礎疾患のあるなしに関わらず60歳から64歳までの人から始めるところなど、具体的な接種の対象については区によって対応が分かれています。新宿区、20代から30代の若者から優先的に集団接種新型コロナウイルスのワクチンの接種について、東京新宿区では7月上旬から20代から30代の若者から優先的に集団接種を始めることになりました。新宿区は64歳以下の接種について6月10日から年代ごとに順次ワクチンの接種券を発送する予定です。こうした中、区は感染拡大を防ぐため、基礎疾患のある人への接種を行った後、7月7日から行動範囲が広いとされる20代から30代の若者を対象に優先的に集団接種の予約を始めることになりました。区は20代から30代の若者の接種が始まった後に、40代から50代を対象に接種を行い、その後19歳以下への接種を進めることも検討しています。一方、かかりつけ医などで行う個別接種については6月7日から区内の医療機関で始まる予定だということです。新宿区は40代から50代の多くはかかりつけ医で個別接種を受けることを想定しており、集団接種の予約を若い世代から開始することで、多くの世代で接種を加速化し、感染の拡大を防ごうと考えたと話していました。葛飾区、6月中に64歳以下に接種券の発送準備。東京葛飾区は新型コロナウイルスのワクチン接種を64歳以下の対象者にも予定より早く始められるように急ピッチで準備を進めています。葛飾区では64歳以下の対象者については接種券が届き次第接種できる計画となっていて、接種券は6月下旬から基礎疾患のある人などを対象に発送した後、7月からはそれ以外の対象者に発送する予定です。こうした中、区は少しでも6月中に早く多くの人に接種を受けてもらおうと、基礎疾患のある人などへの接種券の発送を6月中旬に前倒し、さらにそれ以外の対象者への発送も6月中に行えるよう準備を進めています。区は予定よりも早く多くの人に接種ができるよう、地元の医師会にも協力を呼びかけていて、なるべく多くの医療機関で接種ができるよう調整を進めているということです。
葛飾区の南部剛新型感染症対策担当課長は、前倒しするには高齢者の接種を進めなければならず、ワクチンを打ってもらえる医療従事者の確保が大きな課題となっています。区民の方々は一日でも早い接種を望んでいると思うので、期待に応えられるよう事業を進めたいと話していました。目次に戻る職場でワクチン接種、一部の国家公務員も6月中開始で調整、6月3日2021年6月3日新型コロナウイルスワクチンの職場での接種が始まるのに合わせ、政府は国家公務員のうち危機管理や水際対策を担当する職員などに対して6月中にも接種を始める方向で調整を進めています。新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐって、政府は6月21日から職場や大学などでの接種を始める方針です。これに合わせて政府は国家公務員のうち危機管理や水際対策を担当する職員や海外に赴任する予定の職員などに対して優先して接種する必要があるとして、6月中にも職場での接種を始める方向で調整を進めています。接種会場は東京霞が関に各省庁共通で設けるほか、空港などにも設置することにしていて、対象とする職員の範囲や接種の担い手の確保などについて検討を急ぐことにしています。目次に戻る東京都、高齢者向けワクチン2回接種分の量すべて6月中に確保、6月2日2021年6月2日新型コロナウイルスの高齢者向けのワクチンは、東京都内のすべての高齢者が2回接種できる量を6月中に確保できることになりました。東京都は6月21日の週と28日の週に都内に配分される高齢者向けのワクチンとして追加で1361箱が確保されたと発表しました。区市町村別に見ると、最も多い葛飾区が101箱、次いで足立区が85箱、練馬区が80箱、世田谷区が71箱、大田区が68箱などとなっています。一箱に入っているワクチンの容器の数は195で、一つの容器から6回接種できる注射器が供給されるため、一箱で1170回分の接種ができる計算です。今回の1361箱とこれまでに配られたワクチンを合わせると、都内の高齢者およそ311万人分の量をすべて確保できるということです。都内で5月30日時点で1回目の接種を終えた高齢者は47万4487人で、都内のすべての高齢者の 15% 余りです。このうち2回目の接種を終えたのは1万7303人で、全体の 0.56% です。高齢者向けのワクチンに続いて、基礎疾患がある人を含めた64歳以下の一般向けのワクチンは7月5日以降に配布される予定です。高齢者向けの接種に見通しがついた一部の区市町村では、一般向けの接種券の発送をすでに始めたところがあるほか、島嶼部では高齢者の接種で余ったワクチンを一般向けに打ち始めているところがあります。目次に戻るワクチン接種、6月21日から職場や大学で、企業は準備を本格化、6月1日2021年6月1日新型コロナウイルスのワクチン接種について、政府が6月21日から職場などでの接種を始める方針を示したことを受けて、企業の間では早速準備を本格化させる動きが出ています。会議室を接種会場に、このうち生命保険大手の住友生命は、東京と大阪の2カ所を従業員向けの接種会場にする準備を進めています。東京本社では当初、大学生らの採用面接で使う予定だった会議室を接種の会場にする計画で、担当者が早速レイアウトの案を作成していました。会社では問診を行う医師や接種する看護師を確保した上で、東京、大阪でそれぞれ4000人程度に接種できる体制を整えたいとしていて、具体的な運用を検討しています。住友生命の川口健誠執行役員兼人事部長は、ワクチンの確保が一番の課題だが、行政とも協議しながら対応していくと話しています。このほか、富士通が東京都や神奈川県のオフィスで働く従業員を対象にワクチン接種の実施を検討していて、現在対象となる従業員の数や体制の確認を進めているほか、ソニーグループもまずは社内の産業医などで対応できる体制を前提に計画を立て、準備を進めるということです。
さらに、トヨタ自動車やソフトバンクグループ、楽天グループ、それにメルカリも実施を検討しています。一方、会議室などのレンタル事業を手掛ける TKP は、職域接種の会場として利用してもらおうと、会議室を無償で貸し出す取り組みを始めます。自社の診療所や大きな会議室を持たない中小企業向けに、合同の接種会場として貸し出すことを想定しているということです。官房長官6月21日から職場や大学で接種可能に新型コロナウイルスのワクチン接種について、加藤官房長官は6月1日、記者会見で6月21日から職場や大学などでの接種を始める方針を明らかにしました。接種にあたってはモデルナのワクチンを使用し、接種の担い手や会場は自治体が行う高齢者への接種に影響を与えないよう、各企業や大学などで確保するよう求めると説明しました。さらに中小企業が商工会議所などを通じて共同で実施することや、下請け企業などの取引先も接種対象に加えること、それに大学などが学生も対象に含めて接種を行うことを可能にする考えを示しました。そして職場や大学などでの接種を行う際に、高齢者や基礎疾患のある人が優先的に接種を受けられるよう求めていくと強調しました。加藤官房長官は企業での接種で従業員の家族を対象とすることは十分あり得る。非正規で働く人やアルバイトを接種対象とするかどうかはそれぞれの主体で判断してもらいたい。政府はかなりのモデルナワクチンを持っており、企業を選別しなくても要望があれば発送していくことは可能だと述べました。今回の内容ここまで終わりました。あと他の内容を参照してください。ありがとうございます。